先ほど長崎県に高潮警報が発表されました。高潮警報が発表されたのは長崎県の新上五島町になります。では現在の潮位から確認します。こちら気象庁のホームページによるものですが、五島市の潮位観測所によるものです。こちらオレンジ色のこの曲線は天文潮位と呼ばれている潮位になります。この上に少しあるこのちょっとギザギザした青色の線、こちらが実際に観測された潮位になります。この天文潮位より今は少し潮位が高い状態です。実際にどのぐらい高いかといいますと、この時間の観測によりますと、天文潮位よりも27センチぐらいマックスで一番今まで高い状態で、高くなっているという状況です。そして今回の高潮警報の発表で、潮位が高くなる、時間帯としましてはちょうどここですね。日付が変わった後の、9月6日午前0時から午前6時の間、この期間で、非常に、潮位が高くなって、この赤色のラインが、高潮の警報の基準になるんですけども、この基準を超える恐れがあるということで、早くも、高潮警報が発表されました。実際はですね、今の段階ではまだそこまで高くないんですが、この地方現在暴風警報が発表されています。暴風風が吹き荒れる中での高潮警報発表だと避難が遅れるという意味で、ここまで早く高潮警報が発表されています。高潮の危険性が高くなっていますので、風が今以上に強くなる前に避難する必要があるということになります。まだ時間的にはかなり先になりますが、早めの避難が必要だということです。この後も詳しい予報などはウェザーニュースのアプリでご確認ください。